ちゃ。こんにちは、豊さん。はい。最近の野球というと、ついついチームの中でも例えばシーズン通してこのぐらいエラーが多いとか、今現在なんですけれども、例えば失策だとセリーグでいうと阪神と DeNA が72個と。はい、いうところ で実は巨人が37個が一番少ないんですけれども、72っていうと多いな、多いですよね。まあジャイアンツから比べるとな。そうなんですよ。でも毎年毎年やっぱこのエラーの数っていうのが、あ、やっぱりここのチーム多いよねだったり、あ、このチーム少ないよねだったりあると思うんですけれども、江戸さん、最近の守備ってどう見てます、この数の推移は。まあ甲子園やってるし、はい、プロ問わず言わせてもらうと、うん、やっぱ低下してるな、うん、守備はな。特に例えばどういったやっぱね、一番はキャッチボールだよ。キャッチボールあんまり長くやってないなっていうのは分かる。そのキャッチボールをすることによって守備ってどう変わって、キャッチボール、野球の基本ってキャッチボールってよく言われてて、はい、でバッティングもやっぱキャッチボールが上手いやつっていうのはバッティングがいいよ。へえ。かつて清原、はい、ね、いたけど、もう打つイメージで豪快な、もう守備なんかって思うけど、キャッチボールは上手かったからね。あ、そうなんですね。キャッチボール上手かったし、やっぱ守備もそこそこ上手かったし、うん、王さんもやっぱキャッチボールっていうのは上手かったというか、大切にしたというか、もともと出がピッチャーだからね。あ、そうなんですね、うん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 、まあ長嶋さんはこう見せるという、はい、だからね、キャッチボールができてない人多いわ。ボールを取って投げるってどういうことかっていうのをしっかり説明できる人がいるのかいないのかっていう、はい、今野球やってる人たちがね、うん、だからやっぱりキャッチボールの重要性っていうのはあると思う。それって送球っていう意味でも、いや、もうね、だってこうキャッチボールをこうやるだけでも取る、うん、あ、だからこれ下で取るのと一緒なんだよ。あ、そう。だからどこでどう取るかって、どうやって足を運ばして、うん、取りやすいところで取って投げるって、どういうステップを踏むかとか、うん、全部要素が含まれてるのに、そこら辺を守備は守備、キャッチボールはキャッチボール、バッティングはバッティングって、つながりを持たせない教え方をしてるから、うん、うまくならないんだと思う、うん、だからキャッチボールをやるっていうことはこう守備練習と一緒なんだよ、うんうん、でこうやって割って投げるっていうのもバッティングの割と一緒なんだよ、はい、だからそれを考えるとキャッチボールっていうのは野球の全ての要素が入ってるって言ってもいいと思うんだよね。昔のキャンプだったりとか今のキャンプを見て、そのあんまりキャッチボールを考えてやってないなとかっていうのは見てて分かるんですか？いや、分かるよ。ただやってるだけ。だってリズムがないもん、キャッチボール。へー。で、野球ってリズムから成り立ってるんだけど、はい、だからそのリズムをこうやって一旦一旦こう切るから、うん、取ったら投げる。だって野球やって飛んできたら取ったら投げるでしょ。そうですよね。その動作も入れとかないと、うんうんうん、常に、はい、だからキャッチボールのためのキャッチボール。おい、いつまでキャッチボール長くダラダラやってんだ、早く守備につけってノック打つ、うん、いやいや、キャッチボールの方が大事だよって、ノックよりって俺なんかそう思っちゃうんだけど、はい、だからキャッチボールをしっかり10分みっちりやったら汗だくになるよ、うん、汗一つかかないのね今。いや、今だったらかくよ、夏だから。ね、はい、だけど普通の春とか、ね、秋とか、うん、キャッチボール10分やらせても汗一つからない。え、それ豊さん、高校の野球で教わったことは、まあ、中学も、まあ、その教わるっていうか、はい、俺はこう感じてきたことなんだ、それは、うん、だから中学、高校もそう、小学生もそう、うん、やっぱキャッチボールの時間が短い。今掃除でそうなんです、ね、だって一番大事な時期、小学生の頃、ね、キャッチボールができない、はい、じゃあできるまで一生懸命やってる子がやっぱ将来的に勝つ、うん、そうなんだ、うん、じゃあ今ってどうなんですかね、その小学校、中学校、高校でのそのキャッチボールを大切にきちんとやってる学校とやってない学校、まあ差は出てくるだろうね。やってないチームっていうのは負けるわ。でも大事にしてるところっていうのはそこそこの数字は収めてると。ゆたかさん的にいつの時代から守備がちょっとずつ悪くなってきてるなって感じます？やっぱバッティング優先になってるよね今ね、うん、昔はいや守れないものはもう打席に立てないからみたいな、うん、そんな感じの教えがあったんだけど、はい、だからもう12時ぐらい昼のナイターが6時なのに、12時ぐらいになってコーチと一緒にノック受けてたからね。
とか、はい、まあ、そういうことはあったけども、うん、まあ、そういう守備の意識はすごく昔は高かったな、うん、今どうなのかわからないけどさ、ちょっと守備練習自体がグラウンドに顔出しても少ないな、もうすぐ終わってるというか、うん、バッティング理論っていうのはやっぱり今すごい、ね、盛り上がっている中で、守備理論だったりとか守備の大切さってちょっと影が薄くなってきちゃってるのかな、まあ、変わらないからね昔から、うん、うん、だから、まあ、それなりのものを教えて、はい、それなりの取り方で取ってればいいっていうような、うん、まあ、そんな感じだろうけども、うん、そこにはやっぱり意識がすごく大切だよね。ですよね、うん、その意識が薄れてる部分はあるな。だってグローブだって豊さんね、取材行かれてましたけど、すごい進化してるわけじゃないですか。ということは守備だって本当だったらうまくいっていいはずなんですけど、まあ基本は変わらないよね。うん、だから昔人工芝でエラーするなんて考えられなかったんだよ。あ、そうなんですね。だって何のイレギュラーもしない。確かに、まあ、確かにちょっとしたこうね、うん、ポンと浮いたりとかしてくる時はあるけど、うん、そんなのはさ取れるよ、うんうん、やっときゃそれ大きくポンってこんなイレギュラーはないわけだから、ね、まあアンツーカーとかね、うん、まあ、そういうところはあるかもわからないけども、もうそういうのでエラーするなんて考えられなかったけど、今、うん、まあいろいろエラーにつながったりだとか、はい、あと連携のミスだとか、うん、まあいろいろあるよね。最近見ててこういう守備のエラー多いなっていうのは何ですか？だから一番目立つのは送球のミスだよ。うん、だピッチャーにしたってそうだし、はい、その送球ミスがすごく目立つよね。そうですよね、うん、だからそれはやっぱもうキャッチボールだよ。うん、キャッチボールができてたらそんな送球のミスなんかない。あとあのポロリしちゃうのは、ポロリ？ポトリ？あれは何ですか？それはもう話にならない。そう、でもなんか結構ありますよね、外野手でもあれポロリしてるみたいな。そんなある？まあまあなんかありますよ。あれグラブ入ったはずなのに落ちてるとか。ああ、うん、補給ミスね。はい、まあ、それもキャッチボールだろうな。ああ、きちっと握ってないってことですか？見えるところで取ってないからさ。ああ、そうなのか。だから外野手だったら落下地点ね、もうとにかく早く行けって、うんうん、もうこんな流しながらこうやって取るようなプレーなんか許されなかったもんね、うんうん、昔は。だから昔がいいって言ってるんじゃなくて、はい、それだけやっぱ守備を大事にしたというか、うん、あ、そういうところはあったね。口うるさく、うん、そうです、言われた、うん、言われたし、そこ正面じゃないんだよって、ここなんだよ正面は、ここじゃないんだよって、だからこのぐらいのズレで言われてたから、うん、今そんなことないんでしょ、ね、言ったらもうやめちゃうからやってらんないって言ってやってらんない。あとはファースト、セカンド、ショート、サードでもそれぞれその守りとか守備の仕方って全く変わってくる。ああ、それは違う。まず例えばファーストだとどういうことを求められるんですか、守備に。守備に求められる、うん、守備に求められることは絶対エラーしないことだよ、まずは。まずはそうですよね。そうそう、ファーストだと特にどういうところ。まあファーストは投げなくていいから、うん、やっぱとりあえず止める、うん、でピッチャーがベースカバーに来てくれるから、うん、その連携をしっかりする。例えばよくやれるのがハンドリングとかっていうのをファーストやってるよね、うん、ハンドリングもやるよね。あとやっぱりこうね、ちょっとでも送球それたらそれを取ってあげなきゃいけないので、柔軟性とか、まあ、柔軟性も必要だけど、これはファーストを生かしても止めなきゃいかんのとか、はい、これはもうランナーサードだから勝負しに行ってアウトに絶対しなきゃいけないのとか、うん、はい、まあ、そういう状況判断も加味される。豊さんやったことあるありますか、うん、ファーストの難しさっていうのはどういうところだったんですか？やっぱキャッチングだよね。キャッチング、いろんな球投げてくるもん、ノーサインでお前こんなシュートするみたいな。あ、そうか、やめろよお前、ピッチャーよりシュートしてんのそんなのもあるんですね。あるよ、スライダーとかフッと曲がる。そうなんですね。おっとみたいな、ね、ガチャじゃないからサイン出してないからね、うん、だからまあそれは難しさはあるよな。セカンドの守備の難しさとか、まあ、反転だな、うん、やっぱりこう逆を向いてプレーしなきゃいけなきゃいけない時があるから、うん、だからまあそういう体の使い方が普通の逆になるっていうか、うんうん、まあ、そういうところはこう難しさはあるけども、うん、まあ、相対的にはこうポジショニングだとか、はい、まあ、色々考えながらとか、うん、まあ、そういうのでの難しさはあるけどね。セカンド特有の練習の仕方っていうのはどういう。やっぱこうピボットプレーだよね。あのゲッツー、はい、まあ、ああいうところがしっかりできとけば、はい、まあ、大体いいよ。
あとベースカバーとかはそんなそれベースカバー、うん、どこのベースカバー、あの例えばこうパッて入ったりとか、ああ牽制、はい、牽制、まあそんなには難しくはないけどね、まあ慣れればね。そっか、うん、あとは動き方だよな、バント守備の時でも、うん、バスターがあるのかないのかとか、はい、どこまで前進するとか、うん、まあいろいろだからそういうポジショニングの取り方、取っていき方で、まあ、一塁ベースに入るとか、はい、まあ、そういうのはもうセンスだけどな。今うまいなと思うナンバーワンセカンドっていうと誰ですか？菊池だろ。ああ菊池選手、やっぱ菊池だよ。連続のね、あのエラー数 の, そのありましたもんね、エラーなかった、無視策がね、はい、まあ、それを除いてもやっぱり守備のセンスっていうのはもう抜群にある。昔だと誰でした、豊さん、篠塚さんだろうな、まあ、豊さんもね、セカンドだったので、まあ、篠塚さんがボールの殺し方がうまかった、ボールの取り方が、それ球の勢いを止めながらってことですか、うん、へー、卵だったら絶対割らない、割れない、あ、そういうことなんですね。そうそうそう、うん、俺だったら何個か1個は割ってしまうってちゃんというところがあったとは思うけど、そういうふうに取ることによってそれが何のうまさなんですか？次のプレーに生かしやすいじゃん、ボールが死ぬから。ああ、そういうことか、うん、そうそうそう、そのままの流れのままでいってないからってことですね、一回ここでっていう。ショートだとどういうことが守備で練習だったりとか。いや、ショートだともう確実性だよ、うん、もう全てがワンテイクというか、もうそれで済ませなきゃいけないというか、もうとにかく取る、ステップして投げる、2度ステップしたらセーフになるとかさ、はい、まあ、そういうことだからワンテイク全部、うん、で収めなきゃいけないと、まあ、そこら辺の難しさはあるよね。セカンドとショートってまた違うんですか？いや、それは全然違う、はい、それはもうプレッシャーが違うし、うん、だから体力面に関しても全然違う、うん、今だとショートっていうとどの選手ですか？まあ、今矢野がすごいな、ダイナミックなプレーで、はい、うん、それは源田とか今宮とかいるけど、うん、今なんか彗星のごとく出てきてるのが矢野だよな。あの、え、こんなとこ守ってたの？いや、見せる見せる、ね、もうサードちょっと横抜けたぐらいのを取ってノーバウンドで送球できるからね、うん、それも踏ん張らないで、もう肩も強いってことですか？小柄ですよね。小柄、うん、いや、それはもう見せるよ。あ、じゃあ今ナンバーワンショートって言ったら矢野選手カープ、まあ、ナンバーワンかっていうとまたちょっと違うけど、うん、やっぱこう源田今宮に対して対等してきたっていうのが矢野っていうことだよね、うん、サードは守備ではどういう練習だったり、どういうことを？守備はね、もうやっぱ前後だな、うん、サードは、はい、だから前か後ろか、まあ、横ももちろんあるよ、うん、だけどその一歩目が勝負だから、一歩目切れなかったらもうアウトだからね。わ、そこら辺での判断力っていうのは要求される、うん、その今ナンバーワンのサードっていうと、まあ、坂本じゃないの？あ、まあ、ショートから移ってきましたけれども、うん、いや、坂本だと思う。それやっぱ送球の正確性ももちろんありますでしょうし、やっぱセンスが違うね彼はもうどこやったのうまいわ、多分どこのポジションやってもセンスあるんでしょうね。あるんだろうな、うん、いや、まあ、もうあとは自信とね、余裕と、うん、うん、坂本選手以外だとその前だとサードっていました？この選手サードいいよねっていう。俺が抜群にうまいなと思ったのが、うん、石井拓郎だよ。石井拓郎のサードうまかったな。あ、そうなんですか。どういうとこが特に動きが違う、動きか、あと肩がも良かったかな、強い、うん、石井拓郎は俺はこれはいいサードになるなと思ったらコンバートだった、ショートいやいや、まあまあ、でもそれはしょうがない、うん、やっぱあのバッティングでサードっていうよりはショートの方がいいよね、価値がもっと上がってくるから、うんうん、そうだからそれは仕方ない、うん、でもその後に入った進藤、はい、めちゃくちゃ良かった。あ、そうだったんですねさらに上を行ってぐらい、さらに上っていうことはないな、あ、やっぱ石田黒の方が足が動いてたよ。あ、そうだ、から進藤はもうキャッチングのミスはまずなかったから、もうそれはうまかった。あとサードの選手っていうのはやっぱりファーストまで距離があるんで、ノーバンで肩が強くて放れた方がいいんですよね。そりゃそうだよ。そうですよね。これ今ワンバンだったら石田黒に怒ったことある。なんで？お前何をワンバン投げてお前、うん、楽してるのって、お前年取ってからワンバンと投げるんだったらいいけど、うん、ね、まだどのぐらいだったかな、30ちょっと過ぎぐらい、はい、お前何ワンバンと投げてんだって怒ったこと、うん、ノーバンで投げろってエラーしてもいいからって、うん、じゃないとお前寿命が縮まるって。
まあ、そういう教えをしたことあるんだけども、うん、まあ、そこからノーバンドで投げ出して、やっぱずっとやってたもんね、それをね、まあ、大したもんだったよ、彼も。やっぱ今どうしてもサードっていうと深いっちゃって、やっぱノーバンじゃなくて、まあ、それはショートの時ね、石井拓郎がね、まあサードでも同じことだよ、うん、やっぱ若いやつはワンバンド投げるけど、うん、いやいや、ワンバンドなんかいつだって俺だってワンバンドだったらいけるわ、うん、そうやろ、ね、だからそういうね、やっぱね、自分をこう楽をするようなことはやめといた方がいい、うん、やっぱ苦しくてもそっか踏ん張って投げるとか、うん、まあ、そういうことはやっといた方がいい。いやだから、ね、昔の人はやっぱりエラーはなくて守備で見せるっていう。でもね、昔の人はね、やっぱりキャッチボールを丁寧にしてた、うん、歴代上手い人って何を大切にしたら守備が上手くなるかって言ったら、うん、必ずキャッチボールっていう、うん、だからキャッチボールの重要性っていうのはもっと解いた方がいいよ。そうですね、今どうしてもバッティングの方に時間を割いてっていう、そういうとこもやっぱ動きの中でどうのこうのとか言うけど、うん、キャッチボールほど大事なものはないって、うんうん、だからキャッチボールがうまいやつ、かっこいいやつ、はい、絶対うまいから、もう守備もそうですしバッティングもすごいってことですね。絶対そうだと思う、うん、まあ、例外もいるけどね、キャッチボールめちゃくちゃうまいね、バッティングむちゃくちゃやなっていうのもいるよ。お前なんでこれバッティングだとこうなんのみたいなやつもいるよ。はい、中には。中にはね。まあだけど、まれでさ、やっぱ高校野球でも本当に3時間練習するんだったら1時間キャッチボールさせる方が身になるみたいな感じがする。それもただ投げてるじゃなくて、きちんと意味の持つキャッチボール。やっぱりリズムをなくさないで、リズムをつなぎながらやるっていう。うん、これはもうね、今あの自分の、ね、お子さんが野球始めたよとか始めてるよっていう方の親御さんにもぜひ見ていただいて、そのキャッチボールの、ね、重要性、もうみんな動かしたがるんだよ、うんうん、ね、あいつまでダラダラキャッチボールやってんだみたいないやそうだよ、ダラダラさせるなよってキャッチボールで、うん、キャッチボールでダラダラしてるやつはノックでもダラダラするから。なるほど、ね、だからキャッチボールピシッとやらしとけって、うん、いつまでやってんだって、違うとそれじゃない、ね、いつまでもやってなさいって、うん、その方が上手くなるって、野球のね、上達に早いっていう、あーみたいな、しっかり投げろーみたいな、うん、いやいや、キャッチボールやってないからしっかり、うん、だからそうなるんだから、うん、全部がそこにつながるから。そうなんですね、うん、どうですか最後に、これからの野球、どん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 またね、バッティングのとかピッチングなどが進化していくとは思うんですけれども、原点のキャッチボールの大切さっていうのをなんか置いていかれないようにしたいですよね。いやもうね、時代なんだよね、多分また戻ってくると思うよ、キャッチボールに。あ、大切さに。ああ、そうなってほしいです。もうね、甲子園の負けの大半がキャッチボールができてない。キャッチボールができてないからも敗れるというね、うんうん、まあ、そういうことになってくる。打つ打たないっていうのは、うん、その時の流れとか、うん、その時のピッチャーの次第とか、うん、まあいろいろあるけども、はい、まあ負けの原因のほとんどがキャッチボールができないということだね。でエラー絡みだったりとか、そうそうってことですよ、ね、で必要ないエラーして慌てて投げて、うん、また暴投投げる。ありますね、それ。最悪なやつがいるんだわけよお前もうそうやった時点で間に合わないってのは分からんかいって。それありますよね。あるよね。あれどうしてこう、いやだからもうどうしてもアウトにしたいんだろうな。でもそれってプロでもありますよね。あるよ。そうですよね、うん、もうタイミング的に無理だけど、それで暴投してランナーもうね進塁させちゃったとかありますよね。まあ諦めないのはいいけどさ、はい、いやいやそれは時と場合によっては投げんな、うん、そうですね、ダブルエラーになるですよね。それでね、結局失点につながっちゃったりっていうのもあるので。負けの原因はね、ほとんどがキャッチボールだから。そうなんですね、うん、だもうね、プロになってもやっぱりキャッチボールの大切さっていうのは、そうだよ、ね、解いていかないとダメですね。そうなんだ、うん、はい、だから最近キャッチボールされてますよ。いや、してないなだっていいグラブ買ったでしょ、ね、まあな。どうしてます。いや、それ一人じゃできんからな、キャッチボールって、うん、なんか壁打ちとか公演したら、このじじいでも怒られるからあみたいな。怒られますよ、今公園でできないし。自宅の壁とか。自宅の壁っつってもな、うん、それは奥様に怒られますよね。あ、そうだな、何をもとやるかなあ、いや、ね、せっかく買ったんで、うん、やってください、ぜひ、はい。